悟空よ。死者たちにごめん。
我が息子のため、その刀置いて行け。敵愚かなり。お前さ、ではな、また。
我が息子、その刀置いて行け。我が息子のため、その刀、置いて行け。
が息子のためにその刀を引いて
よう旦那、また飽きない。ああ旦那、おかんだ。そろそろ。じゃあな旦那。狼殿。かつてその時我がでは。Thank you.
Thank you.
お前さ、酒を持ってきた。猿酒か。相も変わらず辛い酒だ。だがこれが懐かしい。よく飲んでいたのか。猿どもの住む谷、そこで忍び修行をしておった。一人か。いや、二人でじゃな。わしらは、はぐれ忍び。まともな死は、もはやおらなんだ。故に、落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに、駆け、飛び、刃を交える。そのような修行を重ねた。じき、猿と変わらぬほどには、動けるようになったわ。修行に飽きると、わしはこの猿酒を飲んだ。そして、あやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな。それをはめて、指笛を吹くと、谷に、悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしは、その音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。わしが掘るほどご、おま、それ。ではな、また。よう、旦那、また飽きね。じゃあな、旦那。
も平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、もうほとんど残る。そう、すまぬ。竜院を狙う者は絶え、平田の者たちを。よう、旦那。侍と。本当ですかい、旦那。ああ、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば流行り病も道理ってわけだ。みんな塩がなくて困り果ててる。そいつは儲け時ですね。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても罰は当たらぬでしょう。そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。じゃあな、旦那、塩がうまく売れたら、その時は。供養いかが。死者たち、ご供死者たち、
極陽。死者た。エマ殿、あれは一体…落ち水、そう呼ばれ、あれがアシナの秘策だというのです。はい、飲んだ者は生中には死なぬ。そして落ち水もまた、その源は竜院にあるというのだな。はい、エマ殿、私には竜院が尊いものだととても思えぬ。
おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび破れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り竜印を我が手にはできぬよ。参る。忍びを振りまみえよう。